1848年に、プラハで制定されたハンスラブ主義の旗、アルフォンスミューシャ、スラブ女子誌の一枚。ハンスラブ主義の紅葉がさめ、すっかり時代遅れとなった時期に、ミューシャ個人の熱狂により制作された。ハンスラブ主義は、スラブ民族の連帯と統一を目指す思想運動である。ハンスラブ主義は、19世紀初めのハンガリーの、 民族運動に触発されて始まった。初期の運動は主にハプスブルク君主国のハンガリー側で盛んであった。ハンガリー民族運動が領内スラブ人への抑圧につながり、これに反発してスラブ人の民族運動が盛んになったという構図がある。このため、ハプスブルク帝国のスラブ人はハンガリー人を民族運動の先達としながら、 ハンガリーからの分離を目指すという複雑な構図を見せることとなった。ハンスラブ主義の先駆けとなったのはスロバキアにおけるパベル・ヨゼフ・シャファーリクやヤーン・コラールの運動であった。彼らはハンスラブ主義の父とも呼ばれる。しかしながらスロバキアでハンスラブ主義が発展することはなかった。これはスロバキアでのハンスラブ主義が西の隣国であり、 文化においても、人口規模においても優位に立つ、チェコ人への同化につながりかねないという懸念があった、ことが原因である。チェコとスロバキアが一体であると主張する思想については、チェコスロバキア主義を参照のこと。ハンスラブ主義の象徴的な歌である、スラブ人よも、詩は、スロバキア人の手によって書かれたものである。 南スラブにおけるハンスラブ主義は、前述のシャファーリークやコラールの影響が大きい。しかしながらその前提として、イルリア主義が存在した。イルリア主義は、紀元前にバルカン半島西部、すなわちイルリアに存在した、イルリア人を、南スラブ人の祖先とみなし、これを根拠に、南スラブ人の言語、文化的統一を主張する思想である。なお、今日では、 イルリア人が南スラブ人の祖先ではないのはほぼ確実である。このためイルリア主義は後に衰退することになるが、その業績はセルビア人とクロアチア人などの統合を目指すユーゴスラブ主義に引き継がれた。主要なイルリア主義者としてはクロアチアのリューデビトガイなどが挙げられる。1848年革命のさなか、6月にプラハで、 第一回ハンスラブ会議が開催された。この会議は、主としてフランクフルト国民議会への参加を拒否した、チェコ人によって構成されており、反オーストリア、反ロシア色の強いものであった。この会議で青、白、赤の三色旗がハンスラブの色とされたが、影響力を発揮することなく、終幕した。なおポーランドは当時ロシア帝国統治下で、国民国家を有しておらず、 旧ポーランドリトアニア共和国の多民族主義を是とする思想もあり、会議には参加しなかった。19世紀後半、オスマン帝国の衰退が明らかになると、ロシア帝国はバルカン半島への勢力拡大のために反スラブ主義を唱えるようになる。こちらは主にバルカン半島において、ギリシア正教会の信仰を同じくするスラブ諸民族の連帯であり、一般に、 ハンスラブ主義といった場合には、当時のハンスラブ主義運動を指すことが多いが、その結実した時期は、非常に短い。第一次世界大戦の起源として、ロシア帝国主導のハンスラブ主義と、ドイツ帝国、ハプスブルク君主国主導のハンゲルマン主義の衝突の構造を推定するのは、一般的には行われているが、疑問が残る。ロシア主導のハンスラブ主義が結実するのは、 1912年に、ロシアの外相セルゲイドミトリー・イエフ・サゾノフの尽力によって、バルカン同盟が結成された時であった。しかしバルカン同盟諸国はおのの別の思惑で、同盟に参加し、結束は弱かった。そのため、1912年から1913年に、第一次バルカン戦争が行われると、オスマン帝国から獲得した領土をめぐって、同盟諸国が分裂した。 この分裂の結果、1913年中に、バルカン同盟加盟国であったブルガリアがギリシアに攻撃を仕掛けて、第二次バルカン戦争が勃発、バルカン同盟は崩壊した。ハンスラブ主義者、特にロシア帝国内のハンスラブ主義者はこれに失望し、ハンスラブ主義も終焉を迎えることとなる。特に戦後から第一次世界大戦にかけて、ロシアがたびたび、ブルガリアと、 セルビア・ギリシアの関係修復を試みたにもかかわらず、ブルガリアが両国に奪われたマケドニア地方の割動を要求し続けたことは、スラブ諸国の連帯が幻想であることを見せつけることとなった。結局、ブルガリアはマケドニアの領有を目指して第一次世界大戦では、他のスラブ陣営とは、決別、中央同盟国側に立って参戦して、セルビアを壊滅に追いやることになる。 そして第一次世界大戦中の1917年にロシア革命が発生し、ソビエト政権が単一民族優位主義を否定したため、大国ロシアが主導するハンスラブ主義は、名実ともに消滅することになった。バルカン戦争とロシア革命により、ハンスラブ主義はまとまりを失って、失敗に終わるのであるが、その成果として、以下の2国の建国を挙げることができる。 1848年以降も、チェコとスロバキアの統一思想は、トマーシュ・マサリクをはじめとする、チェコ人のチェコスロバキア主義者主導で続けられた。第一次世界大戦が始まると、チェコ人やスロバキア人の一部はハンスラブ主義に従い、チェコスロバキア軍団を結成して、東部戦線で連合国側に立って戦った。1918年に、ハプスブルク君主国が崩壊すると、 チェコスロバキアの独立が実現した。しかしナチスドイツの侵略対象となり、ミュンヘン会談にて、チェコ側は事実上併合され、スロバキア側には、傀儡政権が樹立された。チェコスロバキア亡命政府は最高運動を続け、第二次世界大戦後にはほぼ給料を取り戻す形で、復活した。1993年、 東欧民主化の結果として、チェコとスロバキアの連邦解体が決定し、チェコとスロバキアの統一は平和あに終わりを迎えた。1848年革命の失敗以降、南スラブ人の統一思想は主に、ハプスブルク帝国のもとで分割され、支配されているクロアチアを統一する手段として、クロアチア人知識人の間で育まれた。20世紀に入ると、クロアチア内における、 クロアチア人とセルビア人の協力関係が構築された。一方、隣国のセルビア王国は、こうした動きに連帯する時期もあったが、クロアチア人やスロベニア人を含めた南スラブ人の統一よりも大セルビア主義に基づく、セルビア人の統一を優先する傾向が強かった。第一次世界大戦はセルビアへの ハプスブルク君主国の宣戦線布告によって始まり、1915年末にセルビアは中央同盟国に国土を占領され、アドリア海のコルフ島に亡命することとなった。一方、オーストリア領内の南スラブ統一主義者はユーゴスラブ委員会を結成し、ロンドンへ亡命。1917年にセルビア政府とユーゴスラブ委員会の間でコルフ宣言が合意され、戦後、 カラジョルジェビチ家の国王による南スラブ人の王国を建国することが決まった。1918年、オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊を受け、初の南スラブ人統一国家であるセルビア人、クロアチア人及びスロベニア人王国が建国された。ただし、南スラブ人のうちでもマケドニアをめぐってセルビアと対立関係にあったブルガリアが含まれることはなかった。 また、新国家は、当初から、セルビア人とクロアチア人の対立が激しく、1928年の議会内暗殺事件を契機に翌年国王、アレクサンダル一世は、独裁政治を開始。国号をユーゴスラビア王国に改め、歴史的、民族的な境界を無視した州を設置するなど、上からの南スラブ統一主義に基づく、国家建設を推し進めた。 しかしこの試みも国内の民族主義者によるアレクサンダル一世の暗殺によって失敗に終わった。1941年より一時期実独位三国同盟に加盟していたがクーデターにより脱退し中立国となる。しかしこれを許さなかったナチスドイツが侵攻しクロアチア独立国セルビア旧国政府等々に分割、占領された。しかし 数軸国軍はパルチザンによって1945年には駆逐され、パルチザンの主導による共産主義のユーゴスラビア社会主義連邦共和国が建国された。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は1991年にスロベニアとクロアチアの独立宣言により内戦に陥り、2006年にすべての構成共和国が独立して消滅することとなった。 1945年から2003年までのユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、セルビア・モンテネグロは国家としてハンスラブ主義の参加であるスラブ人を使用していた。ありがとうございます。